こんにちは、ゴールデンカムイの会会長です。今回はゴールデンカムイの登場人物6名のモデルになった実在する人物の紹介とその共通点をご紹介します。動画が面白かったら高評価を。皆さんの推しの囚人がいたらコメント欄で教えてください。杉本彩智。ゴールデンカムイの主人公である杉本彩智のモデルになった人物には、名前と人物的特徴の異なるモデルが存在します。名前のモデルになった人物は、ゴールデンカムイの作者である野田悟先生の祖祖父、杉本彩智さんとされています。野田先生の祖祖父様も日露戦争に参加されており、第七師団に所属されていたそうです。野田先生の祖祖父様は一等兵として日露戦争に出征し、500名ほどの大隊がロシア兵2000人に包囲された際に、ご自身と仲間の隊員の2名でロシア兵の中を駆け抜け、別隊の4000人の援軍を連れて戻ってきたそうです。その功績が認められ、2階級昇進と禁止勲章を賜ったという逸話が紹介されています。このことは野田先生がご自身のブログで紹介しています。次に、杉本彩智の人物的特徴のモデルになった人物は、船坂博さんと言われています。船坂博さんは、元陸軍軍人であり、負傷し、絶望的な状況でありながらも、果敢に戦い続け、その姿を見た隊員たちからは、不死身の分隊長と呼ばれていた人物です。本作主人公の杉本彩智と船坂博さんは、勇猛果敢な戦いぶりと、不滅の闘争心、また、不死身と称される点において、共通していると言えます。白石義武。白石義武のモデルになった人物は、実在した昭和の脱獄王こと、白鳥義江とされています。白鳥義江は、26年間の服役中に、計4回の脱獄を決行し、トータル、3年間の逃亡生活を送っていたと言われています。何度も脱獄を繰り返したことにより、当時の監視たちは警戒心を一層高め、白鳥の脱獄を阻止するために、厳重に警備を重ねたそうです。しかし、あらゆる手立てを行ったにもかかわらず、白鳥は脱獄を成功させます。言い伝えによると、死刑判決が出された際は、看守6人1組で厳重に監視されていたものの、それでも、白鳥は脱獄を成功させたと言われています。このように、白鳥の脱獄は止めることができず、その結果、当時の監視たちからは、一世を風靡した男と評されていたそうです。また、白鳥が、これほど脱獄を成功できたのは、体の関節を簡単に外すことができる体質であったとされ、頭が入るスペースがあれば、簡単に通り抜けることができたそうです。完全に白石の特技と一致していますね。その他にも、1日に 120km を走ることができた、手錠の鎖を引きちぎる怪力持ちという逸話があり、牛絵馬のような特徴も併せ持っていたそうです。尾形百之助。尾形百之助のモデルになった人物は、アメリカ海兵隊出身の天才的スナイパー、カルロス・ハスコックと言われています。カルロス・ハスコックは、尾形百之助と同様に、驚異的な狙撃力を持っていたと伝えられており、海兵隊の狙撃訓練課題の一つである、A コースで250ポイント中248ポイントという記録は、現在も破られていないそうです。その後も、数々の射撃大会で、好成績を残しており、1000ヤード基準の射撃大会においては、全米から集まった3000人もの、名だたる狙撃手の頂点に立っています。他にも、500ヤード先の茂みの中にいた、毒蛇のコブラの眼中を、スコープ越しから撃ち抜いたなど、数多くの伝説が残る、カルロスの狙撃力ですが、最も有名な逸話が、1967年、ベトナム戦争時に、約2500ヤード先のベトナム兵を、単発射撃で仕留めたというエピソードです。また、カルロスが尾形百之助のモデルと言われる理由が、二人の酷似した狙撃スタイルだとされています。さらに作中で、尾形が、山猫の子供を山猫と、陰口を言われるシーンがありますが、カルロスは、映画、山猫は眠らないに登場する、スナイパーのモデルとなった人物とされています。そのため、山猫つながりからも、カルロス・ハスコックは、尾形百之助のモデルに挙げられています。牛山達馬。牛山達馬のモデルとされる人物は、昭和の柔道家で知られる、牛島達馬です。牛島達馬は、全日本選手権がない当時の、実質的な日本一決定戦にあたる、明治神宮大会で3連覇、また、昭和天覧試合で、準優勝をするほどの、圧倒的な強さを誇り、柔道の荒々しさ、強端な性格から、鬼の牛島と称されていました。さらに、牛山達馬と同様に、牛島は、1日10時間を超える、稽古を行っており、朝は、60kg あるローラーを引きながらの走り込み、夜は、裸で大石を抱え上げて、筋肉増加
強を繰り返していたそうです。また出稽古先に関しては1日最低でも40本の乱取りをこなし、稽古後は消耗の激しさから階段を登ることができず、起床時は手の指が固く縮こまって開かないため、お湯で少しずつ温めながら指を伸ばしていたという逸話が残されています。他にも牛山達馬と牛島達馬の見た目と名前は非常に酷似しています。このように見た目と性格、柔道に対する姿勢において作中の牛山達馬に酷似していることからモデルとされています。家長かの本名家長親信のモデルとされる人物は、1800年代後半にアメリカ全土を震撼させたシリアルキラーのドクターヘンリー・ハワード・ホームズことハーマン・ウェブスター・マジェットです。ホームズは自身が保有するワールズフェアホテルというすべての部屋が秘密の通路でつながり、また覗き穴や落とし穴、拷問部屋やガス噴射装置などが完備された殺人ホテル、別称殺人の城で200人もの殺人を繰り返したと伝わる人物です。200人を殺人したという話は後世の創作とされていますが、ホームズが殺人ホテルで詐欺や殺人を犯したことは事実であり、ホームズ自身も27件の殺人を自供しています。ホームズの非道な人間性を表している逸話の一つが、詐欺仲間を騙して殺人を犯し、その子供たちをトランクに閉じ込めた上でガスを送り込み窒息させた事件です。このように家長かのとホームズには猟奇的な部分の共通点があります。しかし家長かのと異なり、ホームズにカニバリズムはなかったとされるため、家長かのにはまた別のモデルが存在するとも推測されています。江戸外野作のモデルになった人物はアメリカのシリアルキラーであるエド・ゲインとされています。エド・ゲインは江戸外野作と同様に幼少期に母親から無難な愛情を受けたことが原因で猟奇的な思考を持った人物です。エド・ゲインは殺人を犯して得た遺体を解体、または墓場から盗掘した死体の皮膚や骨を使って記念品を制作したり食人するなど、口に出すのもはばかられる異常な行動を繰り返していました。特にエド・ゲインの異常性がわかる逸話が、母親への異常な執着から亡くなった母親と一体化するために母の皮膚の内部に入り込んだり、盗掘してきた女性の遺体から皮を剥ぎ取りボディースーツを制作していたという話です。この逸話は剥製職人のエド・ガイア作が人気性の衣装を制作する点と共通しています。このようにエド・ガイとエド・ゲインには母親からの歪んだ愛情、猟奇的な思考と殺人という異常な点が共通しており、またエド・ガイとエドという名前の類似性もあることから、エド・ガイア作のモデルはエド・ゲインとされています。まとめ、ゴールデンカムイに登場するキャラたちの中でモデルとされる人物とその共通点を紹介してきました。今回紹介した登場人物の6名は癖の強いものばかりです。ただ見ていて引きつけられるのは、実在した人物をモデルにしていることでよりリアルな人間らしさが伝わるからなのかもしれません。作中では今回紹介できなかった独特な魅力を持つ人物がたくさんいます。気になるキャラクターがいたら、ぜひモデルになった人物を調べてみてください。ゴールデンカムイの回では、まだまだゴールデンカムイの魅力をお伝えしていく動画を作成していきますので、ゴールデンカムイの回に入会したい方は、チャンネル登録の方よろしくお願いします。また、次回の動画でお会いしましょう。